フラナビゲーター吉見大輔です。このチャンネルでは日本のフラダンサーに役立つ情報をハワイから発信しています。今日はメレ旅ドライブにご案内します。メレ旅、フラソングメレに歌われた場所を訪れる旅です。今日の行き先はこちら、オアフ島ヌーアヌにある滝ワイカハルルです。ワイカハルル、具体的にはリリウオカラニ植物園の中にあるんですよね。今日はここまでドライブに行ってみましょう。ワイカハルルの滝が歌われている歌はこれです。クーレイホクー、エイミー・ハナヤリーとかジェノア・ケアベなどがレコーディングしているトラディショナルなフラソングですよね。この場所が実は近年改めて話題になったんですよね。というのもフラダンサーに人気のジョシュ・タトフィーの、プアキエレという曲のミュージックビデオがここで撮影されて、リリウオカラニ植物園のねワイカハルルの景色が、ビデオの中で素敵に映っています。リリウオカラニ植物園へのドライブコースがこちら、およそ20分のドライブコース。この動画では倍速で全行程6分で到着です。ドライブの後は現地で見られるハワイの植物、そしてワイカハルルの滝の景色を楽しんでください。それではドライブ出発です。